さあ始まりましたバイクトライアル一人選手権2019オーバー40クラス第2回目の今回は第2セクションの様子をお届けします。今大会の趣旨や競技およびルール説明の詳細は概要欄に前回の一人選手権1回目のリンクを貼っておいたのでそちらをチェックしてみてください。第1セクションのリザルトはこちら。最終ラップで手痛い5点をもらってしまった第1セクション、今回の第2セクションはどんな走りを見せてくれるのか注目です。それでは今回のコースを見ていきましょう。最初にはだかるのは高さ80センチのステアケース。そこから方向転換をして左右どちらかの岩を選択して進んでいきます。その先は起伏の少ない比較的なだらかな岩場が続き、横倒しになった倒木エリアへと向かいます。倒木の表皮は向けてしまっていてツルツルなのでスリップに注意が必要。ただしスリップより注意が必要なのは倒木を越えたその先、平らな面がほとんどない角張った小さな岩場がセクションアウトを阻みます。さあ全長は約12メートル、前回同様岩場で構成された第2セクション、持ち時間は1分。一体どんなドラマが待ち受けているのでしょうか。さあ第2回目の今回ですが、なんとゲストをお呼びしています。解説の物尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。物尾さんのプロフィールは概要欄に書いてありますので気になる方はチェックしてみてください。というわけでぼっちに変わりはありませんが、今回は私と物尾さんの2人体制で第2セクションの模様をお伝えしていきます。さあ物尾人選手、軽いウォームアップも済ませ気合も入っているようです。では一人選手権第2セクション1ラップ目、いよいよスタートです。入り口のステアケースは難なく越えましたね。形が丸いんで前さえ上がればあとは勢いでいけますね。さあここからダニエルで左側の岩場からいきますが、勢い余ってここで減点1。1ラップ目でこのリズム感は悪くないですよ。前回の1ラップ目は緊張のせいか動きが硬かったですからね。減点はもらいましたが、今日は最初から勢いに乗っているモノキト選手です。さあここから再びダニエルで刻んでいく。おっとここで転倒、モノキト選手ここでまさかの減点5点です。カエルみたいにひっくり返りましたね。岩と岩の隙間にリアタイヤがはまった感じですかね。1ラップ目からまさかの減点5点、出だしの勢いの良さがこんな形で実を結んでしまいました。見事でしたけどね、大股広げて漫画みたいで。本人も動揺しているというか、さすがに罰が悪い感じの表情を浮かべていますさあ気を取り直して2ラップ目、いきなりの減点5点で先ほどパドックで落ち込んでいましたが、さすがに心の傷はすぐには言えないでしょうか。そうですね、ああ見えて結構引きずるタイプですからね。前を、ただひたすらに前だけを見つめてほしいところです。さあ2ラップ目セクションイン。おっといきなり危ない、登りきれずなんとか右足で耐えています。引きずってますね。入り口でいきなりの減点1、先ほどのアクシデントで気持ちの整理がまだついてない模様です。さあとにかく落ち着いてほしい。まだ入り口です、先は長い。今回は右ルートを選んだようですね。まだ引きずってるみたいですね。同じミスは繰り返さない。そして例の地点までやってきました。今回はなんとか切り抜けてほしいが、おっとここで悪夢再び、先ほど同様リアタイヤがすっぽりはまってしまいました。おー抜けた、足は出しませんでしたね。減点は0。2ラップ目で早くも自分を超えたかも物置人選手。意外と冷静に見えますね。内心とんでもないことになってると思いますけど、何かと必死に戦っているのは間違いないでしょう。そして倒木を超えたところで普通に足が出る、これはどうしたことか。息を吸って吐くように自然と足を出してしまいました。まさに油断大敵。これで減点は2。おっと時間もギリギリだ、大丈夫か。おなんとかなんとかタイムアップ直前で通過。第2セクション2ラップ目は減点2で抑えました。さあ物尾さん、今回の2ラップ目を振り返っていかがでしたか。昔から変わってないみたいですね。一難去ってその次の一難に備えないところとか。確かに1ラップ目のミスを見事に回収しましたが、その先は脆かったですね。結局今しか見えてないんですよ、良くも悪くも。物尾さんのコメントには妙な説得力があって辛いです。さあ最終ラップ、泣いても笑っても第2セクション最後のチャレンジです。1ラップ目5点、2ラップ目が2点と減点数だけを見れば確実に調子を上げてきている物置人選手。先ほどの休憩時には何かを悟ったような表情をしていましたが、このラストチャレンジはどうなるか。さあ入りますという声を高らかに最終ラップへセクションインと、今回も悪夢再びか。粘る、粘ります、そして登り切った。同じミスは犯さない、何か執念めいたものを感じますが、いかがですか物尾さん。勝ちましたね今回は自分に。おお、自分ごとのように嬉しいのはなぜでしょうか。思わずガッツポーズを取りそうになってしまいました。さあ走行しているうちに順調に倒木エリアに向かう物置人選手。安定してますね心が。なるほど、確かにこれまでに比べ動きに無駄のないライディングを見せています。
あーだが危ない。バランスを崩していますが、なんとかこらえている。こらえているが、あー耐えきれずに減点1。足をついてしまいました。まあさっきよりはマシですね。あー、その後もバランスを崩し、よろけながらもなんとか踏ん張り、ゴール。物置人選手、最終ラップを減点1で締めくくりました。悔しそうですね。あー、悔いんでなかったな。まあ最後はよくやったと思いますよ。あー。悔しい。それでは今回の締めくくりとして物置人選手のインタビューをどうぞ。今日の第2セクションはもう自転車となんか体がバラバラな感じで人馬一体というかね、人車一体というか、全然できなくて、もうすぐね足出しちゃいました。なんかねやっぱりね疲れすぐ疲れる。やっぱね最初のコース整備の時の草刈りが効いてるかもしれないです。もう全然言い訳ですけど。まあクリーンは出なかったですけど、まあ減点5点もあったか。ちょっとね、辛いとこですけど。まあ、そこまで総崩れした感じではなかったんで、うん。まあちょっと次に繋げたいと思います。まあつってもちょっと次がね、この2019年のこの一人選手権、ラストになるんで、最後はねちょっとクリーンで決めたいですね。頑張ります。いやー悔しそうでしたね。今回のリザルトはこちら。今現在の成績は厳しいものがありますが、次回はどうなるのでしょうか。そういえば物置人選手の方からネタバレしてしまいましたが、実は一人選手権2019は次回第3セクションで完結となります。カメラですよね。え、カメラがないからですよね。まあ GH4 とマビックプロ返しちゃったからこれ以上撮れないんですよね。物置さん、僕の心の声を聞こえる形で発言してもらうのをよしてもらえますか。あ、ごめんね。というわけで物置さんの大人の事情をスルーした発言で裏事情がバレてしまいましたが、一人選手権2019は次回の第3セクションで一旦区切ります。来年は来年の風が吹く。動画を頑張ってカメラをゲットだぜ。それでは次回の一人選手権でまたお会いしましょう。お相手は何でもぼっちで頑張る物置人と物置人の中の人物置でした。ではでは。